はい、皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか？今日私はですね、今南幌から赤びらに帰る道道の高速道路の午前中は赤びらで、そして、昼ですね、新十津川、そして午後からはですね、浦臼町講演会の皆様に同行いただいて、いろいろ企業周りであったりとか挨拶回りをさせていただきました。空地生み出す力、第一産業はとっても頑張ってるんですけども、加工食品であったりとか、まあ、販売力含めてですね、もう少し課題があるなっていうことをさせられた一日でもありました。また夕方はですね、南幌の建設業協会の新年の集いに参加させていただいて、大崎町長や峰尾会長を含めてですね、皆さんと意見交換させていただきました。今日の朝はとっても寒くて、路面も結構ツルツルなんで、皆さん道中ご安全によろしくお願いします。それでは明日もいい一日でありますように。